3曲4曲用意してきましたん でそのうちのまず1曲目なんですけれども、竹原ピストルさんっていう方の「ようそこの赤いの」っていう歌ありますんで、まあ、住友生命のワンアップってやつで聞いたこともあるっていう人も多いかと思われますけれども、まあ、1曲目それでいこうと思いますのでよろしくお願いします。それでは聞いてください。竹原ピストルさんで「ようそこの赤いの」。少し、まあ、少しでも関係のある曲を、まあ、1曲ちょっと用意してきたんですけれども、花の色っていう歌ご存知ですかね。これこの石川県舞台にした花咲くいろはってアニメがありまして、それの主題歌にもなった歌なんですけれども、まあそれ用意してきたんで2曲目それあります。それでは聴いてください。ナノライフさんで花の色。涙の雨が頬を叩くたびに美しく、
曲の曲なんですけれども、残り2曲はですね、あの高橋優さんでこの、まあ、メガネかけたシンガーソングライターの人がいるんですけれども、その人の代表的な曲2曲ありまして、明日はきっといい日になるっていう歌と、あと福笑いっていう、この2曲あるんですね。今からこの2曲を、まあ、残りの時間使ってやろうと思うんですけれども、ちょっとカポ使わなくちゃいけないやつで、ちょっと音合わせに時間使わなきゃいけないんで、すいません、ちょっと少々お待ちください。8ヶ月ほど前にもここでライブさせてもらったことがあったんですけれど、ただその時もこうしてこのカポを使う時にちょっとチューニングやってたんですね。でやっている時に大体1分ぐらい時間かかっちゃったんですけど、この1分の時間の時にちょっと結構このチューニングの方に時間かけすぎっていうか、その意識をこっちの方にちょっと傾きすぎちゃって、無言の時間が大体1分分ぐらいずっと続いてしまったっていうことがあって、その時の映像を後々見返してみたら、まあ、結構まあちょっとやりづらいっていうか、まあ、いたたまれないものがちょっと自分としてはあったんで、なるべく喋るようにはしているんですけれど、やり慣れてる人は結構こういったもん、まあ、結構うまいこと音を話せれたりとかしすごいなとは結構思っていますね。では残りの時間使って残り2曲いきます。高橋優さんの曲で明日はきっといい日になると福笑いです。